はい、どうもお世話になっておりますデッシーでございます。ときめきメモリアルですね。早速続きをプレイしていきたいと思います。一応基本的にね、ちょっとデートの日とか忘れちゃうので、このシリーズについてはぶっ通しでプレイをしています。で、ですね、今は何をしてたんでしょうか。今お昼休みというか、昼休みじゃない、お昼ご飯を食べてて、その後食べ終わってちょっと来たところなんですけれども、今月来月の予定と実績と、ちょっと待ってくださいよ、これは何、3月31日、あ、でも4月に行くって言った通りでしたね、すみません。では早速ね、やっていきたいと思います。ちょっともう一度だけ確認、特にデート、あ、4月7日これはコシキさんですかね、確か。はい、で12月にデート行ったばっかですもんね。じゃあまあ普通に美術でもやっときますか。美術、徐々にね、文系理系芸術と上げていくと。あ、容姿もちょっと上げておかないとちょっと難しいですかね。今日から上級生だ、気を引き締めていこう。よし、はい、こんにちは。こんにちは、あれ、どこかで会ったことある。さて、私は誰でしょう。声は聞いたことあるような。うー、制限時間終了です。早い。私は、おい、ユミ、何やってたんだ。おい、ユミ、何やってたんだ。似てないですね。お兄ちゃん。お兄ちゃん、なんだ、一緒にいたのか。お兄ちゃんって、お前の妹か。そうだよ、あれ、お前に話してなかったっけ。話しないっすよ、聞いてないよ。今年からうちの高校に通うことになってたんだ。へえ。カオトメユミです、これからよろしくね、先輩。よろしくお願いします。ブー、バカったよ。出た、ブー。それじゃあね、先輩、バイバイ。バイバイ。明るいな。いや、うるさくはない、うるさくはない、絶対いい子。今日はコシキさんとデートだと。あとは3、4、5、ホラーか。コシキさんホラー好きかな。おー、なんかちょっと90年代っぽい大人チックな感じの、いいですね、僕嫌いじゃないですね。待った、なんかやっぱ喋り方大人っぽい。でもいいのかな、逆に。そういたしましょう。いたしましょう。イルカさんってすごいですね。イルカって頭いいね。そうですね。割といい印象を与えたみたいだぞ。本日はとても楽しく。笑うと可愛いですもんね、やっぱり。やっぱりね、女の人は笑うときと、あのときですよね。あのときが一番、笑ったときが一番可愛くて、あのときが一番美しいというか、セクシーな顔な感じしますよね。うん、やっぱりそうですよね。オスですよね。あ、コシキさん初めて。こんな曲なんだ。今お帰りですか。和風、一緒に帰らない。そうですね、よろしいですよ、一緒に帰りましょう。ここだけちょっと早い喋り方が、楽しく下校したと。で、話の続きなんですけども、オスですよね。美しい、セクシーにして子孫を残す感じ、子孫を残させるために、オスを興奮させるために、多分あの時が一番セクシーな感じ、オーラを出してるんですよね、おそらくですけど、うん、
今日も疲れたな。急いで家に帰ろう。しおりばっかやんけ。今帰り。まあ一緒に帰れるようになったからいいですけどね。運動がなかなか上がらないですね。お、ゆみちゃん。今帰り。一緒に帰らない？ゆみちゃんと楽しく下校したと。今日は部活の練習日だ。部活いかんと。 OK だ。ちょっとカレンダーを見て、4月の21ですね。5月ゴールデンウィークですね。ゴールデンウィークどっか行きます？なるほど。アイドル映画か。ちょっと怖いけど、あ、ユミちゃん、早乙女ユミと藤崎しおり、早乙女じゃない、キサラギミオ。やっぱそろそろ誘っとかないときついかな。大丈夫かな。デートする日は26日行けますか。ちょっと一度実験。少々お待ちください。お、よろしいですよ。1ヶ月後のデートってもう今だったらあんまり考えられないですよね。体調直しますか。ちょっと連発してそろそろ行っとかないとまずいかなっていうね。みんな電話の出方かっこいいですよね。今日は何？12日。美術館しおりとは言ってないですよね。あれ行きました？水族館にしとけましょうか。あ、ちっと。これ前のね、朝比奈優子の時も言ったんですけれども、断られると日曜日が潰れる、休日が潰れるのが痛いんですよね。ストレスもそうなんですけれども。あ、今帰り。今帰り。一緒に帰らない？うん、いいですよ。これお酒に行って一緒に帰らないこともできるんですけど、好感度が下がるんですよね。ミオさん行きましょう。はい、キサラギです。キサラギさんっていますか？知り合いにキサラギはいないんですよね。2日は選べない。じゃあ6日だけですか。きらめき中央公園行きましょう。はい、よし、いいですよ。これでなんとか無事ですね。あとはしおりさんをとゆみさんですね。5月6月あたりで行っておいてっていうねことで。はい、あれ2日まだ行けんか。今日4日。明日、明日、明日行こう。明日。
15分行く？うわ、まあ前日だしね。いや気にしてないから。ちょっとストレスがやばい。北上さんとデートだ。きらめき中央公園です。まあ決まった時期というか同じ時期にね、別の女の人と同じところに行くっていうのが大事っていうかね。へえ、まあ、5月とかいいですよね。そうですね、行きましょう。こういう道を散歩するのって気持ちがいいですね。ね、いいですね。どうしよう、恋愛小説の一場面みたいだね。本当気持ちいいね。これはちょっとなんかそんなんじゃないよみたいな、文学うるさそうだからこれでいいですかね。力が湧いてくる。あれ恋愛小説ね、恋愛小説の方でよかったんですかね。恋愛小説が正解だったか。急いで家に帰ろう。お、今お帰りですか？一緒に帰らない？そうですね、よろしいですよ。一緒に帰りましょう。帰りましょう。今日は何をしようかなと。ちょっと藤崎しおりさん、ああ由美さんもちょっと言っとかないと。もう4月5月そろそろ2ヶ月になっちゃいますね。9日お願いしとく。中央公園、マジか。マジかこいつ。なんかちょっとね怖いんですよね、最初の入りが。公式さんの曲が。そうですね、よろしいですよ。一緒に帰りましょう。帰ろうということでね。そしてそういえばもうすぐ体育祭ですね。苦い思い出があります。そうだね、運動は苦手ですけれども。え、そうなの？楽しみですね。え、なんでテニス部なの？活動する。いけ、よし、用紙をちょっとね、もうクリスマスの心配してるっていうね。5月から。公式さん高いな。お帰りですか？公式さんから。そうですね、よろしいですか？逆に一緒に帰りましょう。呼び止められるパターンがまだないですね。発見して声かけるパターンですね。で、こしきさんとデートで映画館、ホラー映画ですが、真ん中の男の人ちょっと何言ってるんですかね。うんみたいな。いやいや、今来たところだから気にしなくていいよ。そろそろ上映時間ですね。間に合ってるやん。ちょっと待ってください。はい。ああ。うわ。フンガーはドラキュラと並ぶ古典的なホラー映画のリメイクだ。さて、無難なのがこれ。つまらなかったねってのはまず行く前の時点でありえないんですよね。
つまんないの連れてってどうすんだっていうね。これが、そうですね、おお、面白かったですね。ホラー好きなのよ。本日はとても楽しく過ごせました。ありがとうございます。怖い怖い怖い。今度また誘ってもいいかな。はい、よろしいですか。ほしきさん、わかんねえな、怖いな。それでは、そろそろ帰りましょう。 T さん、そろそろ帰りましょう。ケイ、まあでもそこそこぼちぼち上げとかないとダメですかね、やっぱり。しおりさん、今帰り、一緒に帰らない？オッケー。そういえば、もうすぐ体育祭ね。ね。ああ、そっか、いつだ。頑張りましょうね。頑張りましょう。体調に気をつけなくちゃ。大人な意見。いや、でも結構ね、運動上げてますからね。スプーンリレー、借り物競争。借り物競争行ってみますか。封筒に書かれている女の子を十字キーの上下左右で探してゴールまで連れてってね。連打、これで上下、なるほど。すいません、ちょっと音出ちゃってますけど。遅い遅い遅い。あ、早い。うわ、誰誰誰、コシキさんどこだ。ええ、マジで、いない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 、どこや。ええ、どこにおる。え、いますか。え、これ、うわー、一番、うわー、ちょっと超恥ずかしい。ちょっとみんな髪の色一緒やん。超恥ずかしい。ごめんね、公式さん。いやー、公式さんマジごめん。やばい。髪型で見分けらんない男ですからね。くわー。私たちが最後みたいですね。やばい、これは好感度下がったか。運動ダメですね。お、フォークダンスか。こんなのあるんですね。よろしくね。あっさりしてます。木曽さんとだ。よろしくお願いします。お願いします。公式さん、公式さん来てくれるか。よし、挨拶前に終わったと。まあそういう描写ですかね。今日は何しようかな。あの、藤崎しおり、由美さん、由美さんの前に藤崎しおり言っとかないとちょっと爆弾が怖いかなっていう。この電話の出方が大丈夫かな。29日、来週中央公演。おし、オッケー。忘れるわけないよ。じゃあまた。で、一旦寝よう、一旦寝よう。ストレスをバッチリ下げて、しおり、あ、とデートだと。ああ、植物園ができたんですか。8月に遊園地へナイトパレード、神社、プリン、ウォータースライダー完成と。アニメ、ロック、プロレス、野球。まあこのプロレス野球はね、あの、別の女の子でね、いる可能性がありますね。
植物園も暇つぶしに行けると。しおりさん行きましょう。てんてんてん、落ち着きますよね、やっぱりね。ごめんね、準備に時間がかかっちゃって。いやいや、もう夏服ですか、気にしなくていいよ。それじゃ散歩でもしましょう。うん、行きましょう。こういう道を散歩するのって気持ちがいいね。いいね、恋愛小説の一場面みたいだね。私もそう思ってたの。絶対嘘。絶対嘘、そう思うわけがないと。どうなんだろう、思うんですかね。今日はとても楽しかった。恋愛小説、小説は読んだことないですね、恋愛の小説は。それじゃ帰りましょう。友達から勧められて小説ちょこちょこっとは読んだりはそこそこしますけれどもね、そこまでではないかな、読むそもそもが。今日も疲れたな。星木さん、お、夏服です。そうですね、よろしいですよ、一緒に帰りましょう。首のね、傾きが可愛いですよね、鎖骨が美しい。あれ、もうすぐ星木さんの誕生日だよね。あれじゃねえだろ、知ってるでしょみたいな。6月13日でしたっけ。はい、忘れていました。学生で忘れるっていうのはちょっと、まあまあまあ、気にしないといえば気にしないですかね。どうしようかな。当たり前です、するわ。オルゴール、冷凍ガニ、かんざし。いや、オルゴールでしょ。ん？かんざし？かんざしですかね。星木さん、あら、あらって。でしょ、はい、誕生日プレゼント。あ、今日は私のお誕生日でした。開けてもよろしいですか。よろしいですよ。結構な品物をありがとうございます。あれ普通だ、オルゴールだったか。こんなもんかな。いいよ、テニス部で一緒にやってるから。ゆみちゃん、今帰り、一緒に帰らないと。ああ、ゆみさん誘っとかないとやばいですね。いや、でも次は第3日曜日ですか、もしかすると。本日は素晴らしいご活躍でしたね。あ、これ今週バッチリ予定通り、ありがとう、嬉しいよ、が出るとこの特別の特別というか出てくるんですよね。あー、部活か、めんどいな。そうですよね、部活練習試合の日だ。宮前山高校、勝てるでしょう。運動結構上げてますから圧勝ですね。上昇きらめき、全国大会とかないんでしょうかね。そうですね、ちょっとずつやっぱ上げていきたいんですよね。ちょっと聞きたいんですけど。お、どうした。今度の日曜日空いてますか。お、空いてるけど何？よかったら一緒に動物園に行きませんか。向こうから行ってくれた、一緒に行こう。やったー、それじゃあ絶対約束ですよ。やったーって表情と、それでいいです。それじゃあ、テンションがあんまり合ってなかったかな。あれ、部活大丈夫だったか。大丈夫か。そうっすね、危ない危ない、デートだと。向こうから誘われた場合はいいのかな。別に。ユミも今来たところだよ。いちご。早く入ろうよ。今見てきたコアラ、とっても可愛い。あ、そっか、コアラですね。すげえ可愛い。違う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 。可愛いよね。ユミ、コアラさんの前
アラか、ぬいぐるみ、コアラ、コアラのぬいぐるみはどうかな。イルカとかは可愛いですけどね、ペンギンとか。鳥系が好きなんですよね。美術をちょっと上げつつ、絵は心が休まるぜ。ありがとう。私も絵が好きで、たまに描いてるんだ。ほう、今度見せてよ。ダメよ、私の絵は人に見せると動き出すのよ。面白い。それを俺が縄で捕まえると。って俺は一級さんか。この時代に乗りツッコミすごいですね。私、片桐あゆこ。あなたは？あ、俺 IZT。それじゃ、あの時にやつだ、片桐彩子。いやでも今片桐彩子さんいいですね、いい人ですわ。コミュ力高いな。今みたいな会話がやっぱ普通っていうか、あんぐらいがいいですよね。一緒に帰ろう。テストですね。もうテストなんて受けたくない。でも頑張るしかないね。それはそうだけど、というようなことを話しながら下校した。今日何しようかな。とりあえずあの吉尾に片桐さんの情報を聞きます。現実に本当にこんなね、吉尾みたいな人がいたらね、どんだけいいかと。危ない。女の子の評価を聞くと。評価か。ちょっと待ってたよ。女の子のお前に対する評価は。あ、こんなとこだな。さ、お、ゆみちゃんがもうこの状態ですね。公式さんと藤崎しおりがやっと真ん中に来た。公式さんまだ低いのか。まだ低いのかい。片桐さん。とあったあった。耳がポチってよく聞けよ。おっす。てんとこだな。グロテスクな絵、ポップスが好み、静かなところは苦手、図書館はダメと。ポップス、ニューミュージックとかですかね。そうします。吹奏、え、あれ吹奏楽部なの？美術部じゃねえの？サンキュー、いつも悪いな。あ、いいってことだよ。女の子の情報なら俺に任せる。美術部だと思ってたけども、けども明日からは美術やっとく。芸術か、これは。公式さん、行こう行こう。あれ、海とかダメなんだっけ。植物園行こうか。じゃあ、7月7日テスト前だけども、植物園。ちょっと待って、他は植物園ですね。そうしたら、はい、少々お待ちください。よし、植物園の前で待ち合わせということで。わかりました。遅れないよう行きますので。また今度。明日から何しようかな。ストレスはまだ大丈夫だからね。芸術と文系ですかね。あー、運動がまた100近くまで行ってた気がするのに、ちょっとずつ下がっていっちゃうんですよね。一緒に帰ろう。うん、いいですよ。一緒に帰ろう。
越したと。星木さん、テスト前だけど行っちゃおうぜ。選択肢はさて、もう少し待ってみるか。申し訳ございません。どうやらゆっくり歩きすぎたようですね。ゆっくりすぎか、なるほど。そういたしましょう。いたしましょう。綺麗なお花がたくさんありますね。やっぱおばあちゃんみたいですよね。花を見てると心が和むね。割といい印象を与えたみたいだぞ。本日はとても楽しく過ごせました。ありがとうございます。今度また誘ってもいいかな。よろしいですよ。あざます、あざます。それではそろそろ帰りましょうと。明日からテストだ。あ、ということでちょっと時間過ぎてしまっていたんで、テスト前で次回の動画テストからですね、始めていきたいと思います。移動よろしくお願いいたします。失礼いたします。テッシーでした。